グロキロご覧の皆さんこんにちは。いつもご覧いただき、ありがとうございます。本日はご案内がございます。この動画で紹介している百の行動がこちら。日本を動かす百の行動という書籍になりました。ぜひこちらも合わせてご一読いただけたらと思います。それでは百の行動六十八。拝見地道二。中央政府から地方へ権限と人材を移管せよ。 についてお話しいただきます。日本の構造的な問題は国が権限と財源を持ち。地方は交付金依存となっていることです。十分な規模と財源、権限、人材なしに地方政府は主体的な政策転換ができません。背景地を断交し。国から地方への権限と人材の徹底的な異常が必要です。一中央政府。 同基礎自治体の役割分担をゼロベースで見直せ同州制における基本的な考え方は近接性の原則と補完性の原則ですすなわち市民に最も近接している基礎自治体が行政サービス全般を担当すべきですそしてそれを保管するため広域による施策を同政府が担当すべきだと思いますまた同政府で担うことが困難な 外交や防衛政策、通貨政策は中央政府が担当すべきだと思います。二、どう、そして基礎自治体の役割を明確にし、責任体制を確立せよ。百の行動では、これまでの国の仕事を分割し。同州や基礎自治体で担うべき、明確な役割をまとめ、表にしました。大きなポイントは三つです。まず第一に。 経済・雇用政策はすべて同政府に関します第二に、年金・医療・介護の社会保障のベースとなる政策も同政府に関しますさらに、第三に、大学に関しては同政府に、高校教育までは基礎自治体へと移管します道が責任を持って人材を育成し、経済を活性化させ、その結果社会保障を充実させることができるでしょう 3. 中央政府の省庁再編と地方への人材移動を実施せよ国会議員と官僚は国家戦略、外交、防衛などの業務に専念することができるようになり日本の競争力が強化されます党州制の導入は必然的に中央政府の省庁再編、人材移動につながります中央政府から優秀な官僚が地方政府へ移動することで住民に近い現場でその能力を発揮してくれるととなります このように拝見地道は地方からの日本の再創造につながるでしょう。